6階から8階は修道院というのが出かけて、それでその中にですね、これが幻の青い景色。この幻の青い景色というのは、大体海抜が4000メートルの以上のところにしか、これは見ることができません。キノコのところ。で、ここは骨が土の中におるんです。このガム幼虫は土の中にいる。このガム幼虫にこの八角菌という菌がついて、この菌がこのホウネガの幼虫をの栄養分を吸って地上にキノコが入っている。高さ20メートルぐらい。野生のお茶。これは面白い。この赤い雌しべが薬として使うサフランですよ。それで大体ですね、これを摘んで、乾燥すると大体1グラムね、この雌しべをあれするのに約500本。花がですから3で割るわけですから160本、花が160個積んで中の雌しべを取ったら大体1グラム。今キロで35万か40万します。取り巻き、もう種まくより、ね、もうちょっとしたら赤い芽がね出てくるから、脇芽が出てるから、それを株取った方がいい。そうね、中国の山の中で肝臓を見つけたら花咲いてたから後で見せます。これまた珍しいな。牛が来てる。釣り針みたいなやつ。釣り針みたいな。この間私も山の方に行ったら、結構泥からもういっぱい絡んでます。そうでしょ。そう、泥の上からこうやって見てます。